山中の旅路ある一番のトーンチャンネルです。試合終わってからちょっとね、もう3、4時間近く経っちゃってて、すみません、ちょっと、ねあの。途中まで配信してたんですけどね、えー、10回表まで配信してて、ちょっと僕は予定があったんで、ちょっと終わったと思ったらね、その裏で負けましたね。<laughs> いやー、10月13日、日本ハム対 ロッテ、CS 対2000は日本の3対2で勝利いやー、ちょっとまさかまさかの展開でしたけど、ね、まあ小島投手のよらね、粘りながらもナイスピッチングでしたけどね、ねなかなか2点じゃないって中で、まあ今日は、昨日もね、ホームランで2点取ったんですけど、今日うも、ね、安が、ね、シーズン通して初の、ね、ホームラン、でも素晴らしいバッティングでしたね。 このバできなかったらシーズンも打てただろうってぐらいう嬉しかったですねそして角中さんもね、あのー、9月から調子を落としてたんですけどインコースのねいや難しい球だったんですけどね天才的なホームランでしたねねえこれは素晴らしかったけどやっぱりこの人生と一緒でなかなかね、まあ、うまくいかないなっていうのも感じましたしでも逆に去年はねロッテがこういう感じでね 追い詰められた中で勝ったみたいなのもあったんでね、これが短期決戦のね、だいご味じゃないですけどね、もうロッテとしてはちょっとで本当に今日勝ちたかったんですけどね、ねえまあ、しょうがないですよね。まあ、今日は先発が小島投手、そして相手は金村投手ということでね、金村投手も良かったんですよね、そう初回はね、あのー、藤岡選手がワンダとかライトマヒット、藤岡選手も調子良さそうですね、打ったんですけど。 角中さん、外選手がアウトでね、外選手、心配ですね、ちょっとね、そして逆に1回表、えー、1回裏か、松本選手がね、ショート内野安打、いい当たりだって、友杉さん取ったんですけどね、ただね、ここから清宮選手はレフトフライ、水谷選手、空振り三振、レース選手、時に、えー、松本選手が盗塁するんですけど、これもね、昨日に続き、トシ君が指しましたね、ナイス、ストライク、ね、送球、変化球だったんですけど。 この辺でね、なんか、ね、日本もやりたい野球をさせていないっていうのはね、このシリーズはいいね、良いですよね。で、2回もね、あの2回裏、レイエス選手がボテボテだったんですけど、これはサード内野安打なんですよね。で、嫌な展開だなと思ったんですけど、万波選手を空振り三振、そしてね、タミヤ選手、追い込んでからインコースのストレートで、4、6、3のゲッツーということでね、流れを渡しません。ただ、ロッテもヒトが出ません。 その中3回目はまたマルティネス選手がね、ショートへの、これも別にいい当たりではなかったんですけど、いいとこ飛んでショート内野安打。でね、あの、ただ水野選手が2球バントし、次の水野選手がバント失敗して、ツアーアウト、ツーストライクから、ファーストゴロ。ね上川畑選手の時に、水野選手が走ったりするのにファールになったりとか、で、結果、上川畑選手もファーストゴロで、二塁でアウトにして、ツアーアウト。 そして、松本選手はショートゴートと,とね。なんか、日本はもうなかなかやりたい野球ができてない感じがありましたね。ねで、4回はね、えー、ツーアートからレイエス選手ヒット打たれてるんですけど、マナ鍋選手サードゴートとね、お互い、まあ、ロッタはこの間ヒットが1回の藤岡選手以来出てないんですよね。そして5回ね、ポランコ・トシ君がアウトになって、ああ、もうツアーとか。 ちょっとこの回もダメかなと思った中で安田選手が初級のスライダーかなで難しい球でしたよね。これのホームランすごかったな。今シーズン初ホームラン。う、ね、れしかったですね、まあ。あと、まあ、安田選手が打つと盛り上がりますね。素晴らしい。ねなんだあんな難しい。めちゃくちゃ難しい球でしたけどね。1点取りました。 ね、で5回も、ね、ツアーとか水田選手にヒットを打たれるんですけど上川選手ショートゴで小島投手もねあの三者凡退を書いてあてこの後ね6回はあるんですけどそれ以外、ね、あの6回まで、ねな,ね、なかなかない中で粘りながらのピッチングねでも、うんあの、なかなかスリーボールにするカウントとかなくてねとても良かったんですよそして角中選手が7回昨日もねロッテ5回に1点取って今日も7回に。 この角中さんがライトでホームラン2対0。でこのあとね、ちょっとチャンスもあったんですよ。ツーアートがトシ君ヒット打ってで、安田選手の時にね、金村選手から川野選手あの代わってセンターへのヒットで1、3塁だったんですが、友杉選手はレフトフライということで、ね、まあいい当たりだったんですけどね、ねなかなかちょっとあのこの2試合、ホームランでは点取ってるんですけど、タイムリーというのはね、なかなか出ないっていうのも、うん、っていう中で7回、先、え、頭、ー、レイエス選手が。 フォアボールでマンナミ選手ライトフライでこれもちょっといい値だったんですけどオカピがね反応よく取りましたそして軍事選手代打で、ね、出てきてねこれフォアボールこれがちょっと痛かったですねちょっとやっぱあの球数自体はここまで100球いってなかったんですけどまあねやっぱり日本も打線いいんでめちゃくちゃ神経使ってましたしねあの多分そういう疲れも出たのかなっていう中で 1、2塁になってピッチャーが横山選手に変わります、そして横山選手がね、えー、マルティネス選手、あのワンアウト1、2塁の時に、冒、え、頭、ー、を投げてしまいましたね、これ二2、3塁になりました。そして、マルティネス選手がショートゴロを打つんですけども、まあ、ね、あのー、前進守備もしてなかったんで、1点取られて2対1。まあ、ただ、このあと水野選手、えー、見逃し三振で、3アウトで、まあ、なんとか1点ですんだ。 まあでも結果的にこの1点もでかかったのかなっていうのはねありますけどねこの時点ではまだ1点で抑えてよかったなっていうのはありましたね,ねただロッテはあの8回から山崎幸也選手が出てきたんですけどね、はあ、幸也さんは全く打てなかったっすねもうフォアボールとかでチャンスはあったんですけどね,ね8、9、九0とちょっとダメでしたねですね 次回は、数勝さんが出てきて、ツーアウトからね、キムヤ選手にあのファースト強振ヒットを打ったんですけど、浅間選手、ショートフライと昨日に引き続きナイスピッチングで。9回ね、増田選手が出てきて、あと3アウト、これ、勝てば第2ステージいけるっていう中で、えー、先頭、レイヤス選手ね、ホームランは打たれないねと思ったらね、ね、えー、ツーツーなりながらも最後、そこまでストレートでね、 押してってっ最後、スライダーで空振り三振、わ昨日に続き、今日もいいのかなと思ったのね、次の万波選手、ね、アウトコース高めの球ね、ホームラン、ホームランでした。ちょっとショックでかかったですけどね、あ難しいですけどね、これもう一点差だったんでね、もう誰も攻められないです、もうこればっかりや。選手があそこでねもうストトレート よく狙って打ったってて打たうしかないですもん増、ね、田選手も良かったレニュ選手は完全にねストレートを押し込んでましたからね、まあ、ただこの後ね伏見選手マルチ選手を抑えましたからね普通の人だったらもうね多分サヨナラ負け食らってたんじゃないかなって、まあ、さそしてさっきも言ったように10回はね三者凡退に抑えられてしまい10回でね沢村投手出てきてその後までね良かったんですよ そしてね、えー、一番松本選手になって粘られてフォアボールそして清宮選手もねセンター前してちょっとつながれてねあちょっと嫌な感じだな一三塁、まあ、嫌な感じも何も嫌ですよねで浅間選手ねちょっと昨日から浅間選手全然当たってるのはなかったんですけどねねえワンストライク初球は良かったんですけどワンストライクは高めのボール球だったんですけどね,ねえライト気づいたライトに タイムリーになっっっててさあんままりもう記憶がなないっけ、うん、ちょっとびっくりしましたね、うん、なかなかねちょっとさ、まあそまあ、勝ち負けっていうのはやっぱ野球であるもんでしょうがないけどこの短期決戦ですごい嫌な負け方しちゃいましたね、うん、本来だったらね昨日今日とピッチャー陣の頑張りで、ねまあ、今日もピッチャー陣もちろんね頑張ってたんですけど なんとか乗り切りたかったところちょっとちょっと嫌な負け方でしたね。うん。不安なのがオカピとソトピが今んところノーヒットっていうのはちょっと不安ですね。うん短期決戦ってねやっぱこういう人を作るんだならね。 日本ハムも、まあ、ただレイエス万波選手がめちゃくちゃ打ってますからね、他の選手はそんなね、まだ打ってないですよ。まだ起こしてないかなっていうのはあるんですけど、この2人ね、今日並んだ打順でね、ちょっとやっぱここは怖さあ,ありましたもんね。まあ、清宮選手も2安打だったから、うん。ちょっとこの辺の中軸はやっぱ怖いんでね、そして明日はロッテ、えー、種市さん。 日本も北山選手ということで、ねまあ、簡単な試合にはならないと思いますけどもうねもう勝つか負けるしかないねもう決まっちゃうんだ明日で全力でね,ねなんとか、ね、また今日みたいな試合になる可能性もあるんですけどね本当はねもうちょっと楽に見たいですけど <laughs> まあこれも野球の面白さといえば面白いねこういう CS のね もう一戦必勝の戦い方をお互いにしてるんで、うん、まあ、それは本当にあるんですけど、なんとかね、明日で終わらない,らないでほしい、まだロッテの試合、あ、うん、明日もちょっと配信できたらやるんで、できなかったらごめんなさい、本当に。<laughs> <laughs> でも、ちょっとやる気,やる気あります <laughs> <laughs> 選手もやる気めちゃくちゃあると思うんでね、ちょっと明日で終わらないようにちょっと願って、あ、うん、明日またよろしくお願いしますというわけで。 以上、中野とピロリ千葉ロッテ終わりチャンネルでした。本当に今日、あの、配信ね、見ていただいた方、ちょっと途中で終わる形になってしまって、本当に申し訳ございませんでしたけども、またちょっと明日できたら、ね、よろしくお願いします。というわけで、以上、中野とピロリ千葉ロって終わりチャンでした。悔しい。でも、明日、勝ちましょう。